今回は、Ryzen 7使ってみて、またいろいろ情報がありますんで、それを、お伝えしたいと思います。まあ、前回の動画でお知らせした通り、今度は XAVCS の編集めちゃくちゃ早くなったんで、今回からこの XAVCS 形式で、録画しております。画質の方は AVCHD より、まあ、綺麗だと思います。この Ryzen Master なんですが、以前オーバークロックするときにこの適用ボタンを押したときに OS の再起動が求められてしまったんですけど、これ原因が分かりまして、メモリーを2133から2666に入れ替えてテストしておりますが、最初にこの Ryzen Master 入れたときは2133で入れてるので、ここのそのメモリークロックの設定が2133になっていまして、でそれを適用したがために再起動が起こってしまったということで、今現在はこの Ryzen Master 再インストールしましたんで、2666用のメモリの設定で初期設定されたんで、メモリの設定が狂っているっていうことがないので、このようにオーバークロックした状態で適用しても再起動が求められることはありません。で、Ryzen に関しては、新しい情報がありますんで、こちらの記事、紹介していきたいと思います。Ryzen に最適化した、Windows 10、電源プランを AMD が公開ということで、この AMD、Ryzen Balance という、Windows 10、電源プランの設定ファイルが、公開されています。こちらの、該当ポストからクリックすると、この AMD Ryzen Community Update 3という記事が出てきまして、こちらのブログで電源プラン設定した時のパフォーマンスとか出てまして、でこの一番下に Ryzen Balance Power Plan っていうのをダウンロードします。でこれ回答すると Ryzen Balance Plan っていうファイルが回答されるんで、これをダブルクリックすると Windows 10の場合は電源プランが入る形になります。これは Windows 8.1 なんでダブルクリックしても、まあ、このように不明なアプリケーションなんで、まあ、ストアでアプリを探すみたいなダイアログが出て、特に何も動作はしません。この記事に戻りまして、4月11日 Ryzen Master Utility がアップデートしております。 Ryzen Master Utility は 1.01 になりまして、正しいジャンクション温度を報告できるようにしたということで、まあ、軽微な修正がされています。こちらの Ryzen Master のユーティリティの方からまず今すぐダウンロードでダウンロードしていきます。今使っているバージョンは Ryzen Master の 1.00 っていうバージョンを使っています。でこれ閉じましてアップデートしてみたいと思います。でフィニッシュで、おーっと、まあ、インストールは完了したんですけど、Ryzen Master 起動したら、Ryzen Master Requires Windows 10、Ryzen Master は Windows 10専用に、なってしまったようです。ということで、Ryzen Master 自分の場合は Windows 8.1 で使いたいので、前の 1.0 に、戻したいと思います。いやー、これ痛いなー。Ryzen Master は 1.0 に戻しまして、こちらのように、無事に、起動しました。 Windows 8.1 使ってるんですが、電源プランは、標準のバランスを使っています。このバランス設定の場合は CPU の、省電力機能も、有効化されるので、このように CPU が保留っていう状態で、省電力化、できるんですけど、今度はこちらの高パフォーマンスに設定すると CPU 自体は全てのコアが使われている状態になりまして、保留っていう状態がなくなってしまうんで、まあ、消費電力も高めになってしまうっていう形になります。なので消費電力気にされる方はバランス設定の方が良いと思います。で前回は 3.9 までオーバークロック試しましたが、今度は 3.95 で試したいと思います。電源プランはバランスの設定で 3.95 にオーバークロックします。で適用しまして、今現在の温度が26度です。ではシネベンチ計測します。スタート。
はい、CPU は 100% になって 3.88GHz で動作しています。で、CPU の温度は、まあ、37度ぐらいに上がっています。38度いきましたね。はい、結果が出まして、1672となりました。CPU の温度は最大38度まで、上昇しました。まあ、3.95 の、オーバークロックは、まあ、これで落ちずに、できましたね。続いて電源プランを高パフォーマンスに設定して、シネベンチ計測したいと思います。高パフォーマンスに、設定して、では、シネベンチ、スタート。100% で 3.88 で動作しています。はい、結果が出ました。1675で若干スコアが上がりましたね。CPU の温度は、マックス、39度まで、上昇しました。先ほど、ご説明した通り、高パフォーマンスだと、省電力性能が、失われてしまうので、通常は、バランスで、使われた方がいいのかなと思いました。で、もう一点目は、こちらの 4K の、動画のエンコードスピードを計測したときに、まあ、CPU を 100% 使い切ってくれないということで、コメントで、まあ、高パフォーマンスに設定したらどうですかということで、ちょっと高パフォーマンスに、設定した状態でエンコードしてみたいと思います。ただちょっと原因がわかりまして、エンコードは、2種類で試したいと思います。XAVCS の 4K の設定は変わらないんですけど、こちらの高速ビデオレンダリング技術、オンとオフでエンコードの時間、計測したいと思います。高速ビデオレンダリング技術をオフにした状態でエンコードしてみます。で、このオフにすると、これは CPU だけでエンコードすることになります。では、スタート。以前の動画でお知らせした通り、エンコード時に CPU100% 使ってくれないっていう問題なんですが、高速ビデオレンダリング技術をオフにしてエンコードすると、エンコード中、CPU は 100% 近い状態で、使ってくれる、感じになりました。ただ、100% を連続して使うわけじゃなくて、このように、65% とかっていうふうに 100% 連続して使うわけじゃなくて、CPU が 100% 使われている状態を回避するために、ちょっと休ませるような動きをしますね。で、また 100% にこのように戻りましたね。で、たまにまた 100% から 84% とか 67% とかで何か意図的に CPU を操作して、まあ、100% になり続けるのを回避するような動作になっていますね。で、CPU の温度は41度です。エンコードの方完了しまして、経過時間は14分43秒でした。では今度は出力は高速ビデオレンダリング技術をオンにしてやってみたいと思います。では、スタート。そうすると、で、高速ビデオレンダリング技術をオンにしてしまうと、やはり33、まあ、49と、このようにまあ 50% に低い状態ぐらいまでしか使ってくれないので、まあ CPU 100% ではできないっていう現象が発生しますね。エンコードの方完了しまして、結果はなんと一番早い11分29秒となりました。ということでやはり、まあ CPU 100% は使い切れないんですけど、高速ビデオレンダリング技術をオンにした方が早いという結果になりました。あとこちら、購入したマザーボードなんですが、サポートのページ見に行くと、ダウンロードで各 OS 共通でまた新しいツールが、リリースされていました。 Xstreme Tuning Utility というのが、4月11日に、リリースされていました。これ起動するとオペレーションモードということでハイパフォーマンス、スタンダード、パワーセービングということで、まあ、電源管理の、機能が、まずありまして、
続いて OC チューナーは、これはオーバークロックに関する設定などができます。で、今、Ryzen Master で 3.9 にオーバークロックしてるんで、CPU スピードは 3.9 になってます。あと、まあ、CPU の電圧とか、そういったものがこちらでも設定できるような感じになってます。こちら、システムインフォメーションでは、まあ、CPU の温度とか、ファンスピードとか表示ができます。あとこれはシャレなのかファンタスティックチューニングということでファンのチューニングツールですね。あとセッティングの方はこれはオートランアット Windows スタートアップということで Windows 起動時にこのツール起動するかっていうセッティングができるところがありました。このツールに関しては以上です。あと Ryzen に対応していないソフトがあったんでちょっと紹介しておくと、これは VMware のワークステーション、バージョン12なんですが、もちろん、今最新の 12.5.5 っていうものにバージョンアップしてるんですけども、こちらの仮想マシン、起動すると、このようにエラーが出て、起動できません。で、これは Ryzen にしてから発生しておりまして、まあ Ryzen に、対応していないということになります。あとこの Ryzen を組んでからちょっと現象が、あって、まあ、スリープにしてしまってすぐ電源が復帰してしまうっていう、まあ、現象があったんですけど、これはこちらの、以前の動画で説明した通り、まあ、こちらのデバイスマネージャーで、マウスとキーボードと、ニックですね、このニックのプロパティのところで電源管理のところのタブクリックすると初期設定は、このように全部チェックがついてるんですけど、これを全部、解除してこのニックによる電源の復帰を、しないように設定したら、スタンバイからすぐ復帰するっていう現象は、なくなりました。まあ、今回は Ryzen 使ってみて、まあ、ちょっと細かい話なんですが、気づいた点を、紹介しました。今回は、以上になります。ご視聴ありがとうございました。